菅原神社は、三重県伊賀市にある神社。上野天神宮と呼ばれ、菅原道真公を出身とする神社である。旧上野町六千個のうぶすな神として、また、文学の祖神あるいは、牛馬の守護神として崇敬されている。王子、上野平楽寺の伽藍神で、農耕神儀に発祥する神々を祀る神社だったが、天正九年天正伊賀の乱の後、 東道高虎による城下町建設の最古の地に奉還され、城郭鎮守として祀られた。毎年10月23日から25日に行われる上野天神祭は、御しの都魚に具分する百数十体の鬼行列や、宮城町豊かな祭り林を奏でながら、これに続く旧紀の団りに400年の伝統を伝え、国の重要無形民族文化財に指定されている。また、 老門と主ト首は、三重県指定有形文化財に指定されている。史跡外は保守奉納の社は、伊賀市指定史跡に指定されている。なお、当社は、漢文12年1月、徘徊に身を立てることを決意した、廃徊、場所を沖永その諸女作、海を保育一貫を社前に奉納されて、自らの文運を祈願した場所でもある。2010年7月1日夜、廃殿が、 火災のため全焼した。原因は不明。火災後、以前から行方不明になっていた山岳が発見されている。翌年7月12日、再建のための自陳祭が行われ2012年9月に新配電が完成した。ありがとうございます。